聞いたことありますよ、それは。何なのかは分かんない。何なのかは分かんない。じゃあ初めてってことですか。うん、ハマっちゃうかもしれない。うん、まあどうだろうね、やってみてだよね。やってみましょうか、じゃあ。うん、いけっけっ、おー、いけ、そこじゃあ回してください、はい、では動機をお願いします。大丈夫、はい、はい、北山チャンネルよいしょ、はい、今回これできますかね。え、そんな何体張る感じなの。多分苦手かもしれないです。お、え、ゲーム実況、え、ゲーム実況って何やるの。ゲームはやりますか。ゲームね、もう最近全くやってないんだよな。やってないですか。なんか前回企画会議で触れたゲームを覚えてます。なんだっけ。スイカゲーム。え、スイカゲーム。スイカゲーム、スイカを作るんですよみたいな。スイカを作るゲームです。どういうこと。同じフルーツ2つをくっつけて進化させていくゲーム。どういうこと。まあ、多分この視聴者も、まあ、世の中の人大半知ってると思うので。スイカゲームは舐めてもらっちゃ困りますよ。はい、はいはい舐めてもらっちゃ困りますよ。はい、聞いたことありますよ、それは。あ、何なのかは分かんない。何なのか分かんない。大流行してるらしいです。噂ではちょっと金が、まあ、スイカゲームとはフルーツがボックスから溢れないように、うん、同じフルーツ2つをくっつけて進化させていくゲーム。なんかぷよぷよみたいな、どのこの。あ、そうです、そうです。ロールプレイングゲームと勘違いされてたんで、どちらかといったらまあぷよぷよの方かなと。俺ぷよぷよやってたよ。あ、じゃあいけるかもしれないですね。なんだっけ、コンボみたいなったよね。なんか連コンボみたいな、はい、結構狙ってたよ。何ですか。それのゲーム実況。実況が分かんないよ。ゲームは分かんないよ。ちなみに好きな果物とかあります。マンゴーとメロン。あ、じゃあ思ってない作りましょうか、メロンを。マンゴー、メロン、桃。あ、思ってない。スイッチは使ったことは。スイッチありますよ。あります。俺スマブラとか結構やるよ、友達と遊ぶとき。リンクしか使わないけど。あ、ちっちゃい。いや、普通のリンク。普通のリンク。でもお前リンクは2回までなって言われてるから。ああ、チビリンクと、はい、あとなんとかリンクの3体ぐらいで回してる。スマブラとかやるんですね。スマブラある。なんかくっつけて消せばいいんでしょ。なんかくっつけて消せばいいです。同じなんとかってしたよね。北山さんの好きな果物なんでしたっけ。マンゴー、桃、お、スイカ。あ、じゃない、メロン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 、3文字だから分かんないじゃあ初スイカゲーム、うん、スタートですなんだこれ、何これ。まずそもそもこれなんだ、みかん。あ、ネクストっていうのが右に出てきてて、進化の輪。あ、あれは桃かな。桃とメロンがあるな。マンゴーないなだからオレンジだから、まあいや、落としてみよう。あ、いちごね。待って、同じやつをくっつけんだよね。ちなみに今の柿ですね。柿？これ柿なの？あ、待ってよ、この後に柿きた。これ柿なんだね。おお、リンゴ。やべ、また次柿来てるよ。あ、なんかコロコロしてる、やべえ。ちょっと、ってことはこれ、ちょっと待って、こっちにすれば。おお、おお、これうまくない
これ何これ何これ何これ、厚揚げじゃなくてあのなんか あ、いちごいちごいちごの、あ、これトリプルじゃん、これどうなんの、落とし、あ、1個しかならんのかいこれ難しくなってきたね、これ個数でしょ、ちょっと動いてるぞ、なんかが、えい、おお、おい、どうすんだよこれ、これをこっちの端っこに落とすことにより、この梨、これ何なのこれ、梨デコポン、デコポン、デコポン、オーケー、わ、この後柿が来るぞ、なるべくどうだこっち、わ、あ、わ、え、わ、あ、あ、これ多分クロンっていっちゃうでしょ、あ、まずい、いちごがまずい、どうだ、やばい、あ、次ぶどうじゃん、いちごいけ、おー、いった、これをやるとデコポンになるから、あ、そう分かってきちゃいました、あ、上がってきちゃったね、えい、デコポン、ここら辺置いといてみるか、あべ、そんな転がる、いちご、いちご、ぶどうにしたいから、いちご、いちご、あ、あ、またいちごで、あれデコポンになった後柿になるから、あれが当たればこう来て、こう、こう、ほらほら、おお、こう、こう、ほらほら、おお、来ましたね、来た、待って、好きな、こう来て、これでちょっと俺うまくない、大好きな桃ですもんね、これ桃、桃好きよ、桃かわいいね、かわいいっす、あ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 、おお、待って、このあとまずいぞ、まあ、このあとここうまく当たれば、えい、ここら辺に忍ばしておくか、で、えい、柿、桃、いちご、わ、ここでチェリーここでチェリーか、これに置いておこう、あ、なるほどね、おっと、そこで落ちると、落ちろ、リンゴ、ほら、あ、あ、邪魔、柿こいつがこうなってこう、あ、あれ、リンゴか、落ちろ、いちごいけ、いちご、あ、すり込み、すり込め、そう、いちご、あ、北山さん、今のところどうですか、ゲーム、夢中だよ柱製のポロン、あ、ブドウ、ブドウ頑張れ、いちご、いちごの次がブドウ、またいちごか、あ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 、なんかなってるすごい動いてる、あ、あれ、なんですかその黄色いやつは、誰パイナップル、パイナップルです、正解か、次もイチゴか、イチゴイチの後はブドウになって、ブドウの後なし、チェリー、イチゴ、またイチゴか、わ、なしか、そのタイミングで
しよう。ちょっとどうにかしてな。いちご。あ、なしあるぞ。なし。の次。来て、お、ほらほら失敗か。これこうしたら、あ、いけ、落ちろ、なし。おお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 おてますね。いちご、いちご。あれ、俺もしかしてこれさ、結構成績いい方？今1000を超えたんですけど。ああ。大したことない。いや。2000ぐらいが平均ぐらいです。え？全然先じゃん。リンゴだろ。こっちはとかな。リンゴにしてリンゴが梨になるからあれが消えるはずだ。あら、俺？今絶対梨になっただろ。あ、まずい。まだチャンスありますね。まだあんの？わかんないです。わかんないの？来たよ。せない。えい。おい。おい。頼む。何か起これ。えい。えい。あの牡蠣が。ほら。これ何なんだ。あ。これはどんなもんなの？1500ぐらいは、1500くらいいくと平均ぐらいですか？あ、始めてる。悔しいもん。転がれ。やべ、落ちた。行けよ。おお。ぶどう。コツとかは掴んできてます？コツ？コツもクソもって感じですか？コツも…あ、ボンボンになった。え？いけー、こうだ、いけ、いけー、いった。ち、ね、いや、走れ。ちなみに北山さん、はい、小さいフルーツほど密度が高いらしくて、え、他のフルーツを動かすのにそのちっちゃい方が動きやすいらしいです。でっかいのも。あ、そうなんだ。じゃあこういうこと？おりゃ、動かないよ。例えばの話です。例えばってなんだよ。あ、そういうことです。どういうことよ。ほら、近くに。これ、おっ、いけってたことによって、北山さん、目標はとりあえず北山さんの好きな桃は完成できたので、うん、あとメロンでしたっけ。うん、メロンまで見たいです。ちょっと待ってね、これ今ちょっと今日今回良くないわこれ。
ねえ、これハマっちゃうやつじゃん。こう来て、おお、お、何かが起きてる。離れちゃった。もう少しで1000です、スコアは。全然だね、今回。全然諦めるのは早いですね。あ、分かんないか、ちょっとこう大きいの。この後柿になるから、柿になったアリンゴ。あ、いけいけいけ、おお、いけ、そこいけいけいけ、おお、いけ、そこウニカが起これば。いや、触れろ触れろおい、メロまであとちょっとだあと数センチですよ、数センチ。うわ、なしになるから。わ、これがもし、あのイチゴ邪魔、いけここでイチゴ、うわ、間違えた、これこれ悩み事だね待って、でも次で確実にリンゴが梨になる。いや、こっちか。何か起きろ。おお動け、何か起きろ。おお動け。来ましたね、ついに来た。で、これで、これで、うわ、絶妙に、お、さっきの北山を超えそうです。おお、お、お、1500ぐらいは出したいですね。いや、出したいよ、もう。様子見るか。こう様子見よう。こうすることによって、うっ、おい。ここでリンゴになられてもな。お、あ、あの終わり方やだな。あ、1500はいかなかったですね。マジか。けど今日の、あ、北山さん今日の最高出ましたね。メロまでやったね。はい、ということでやってみてどうでしたか。ちょっと分からして何か やってみたいゲームとかあります。え、スイカゲームしますんで、こっちはちょっと待ってよ。お疲れ様でした。ほらほらほら、ここだよな、問題は。ここぐらいから問題なのよ。ほら、これで死ななければ。おお